夕日と月プロローグ第1話月の光。物語は八神伊織がまだこの港町のライブハウスに出演していた頃に遡る。はあ、すがだなこの絵、いいステージだった。ありがとう桑原さん。3曲目さ、ちょっと音外しちゃった。あれで外しちゃったって言うならよ、世間のミーハー連中が喜んでるバンドの歌なんざただの雑音だね。相変わらず言うねえおじさん。おじさんってなんだ。そういうことばっか言ってると若い子にモテないってこと。んなことはねえよなあキクリちゃん。そうですね。あれキクリ、あんたまだいたの。姉さん、はいタオル。ああありがとう。大丈夫なの、こんな空気の悪いところにずっと。最近調子いいから。無理しちゃダメ、お医者さんに言われてるでしょ。でもどうしても姉さんの歌が聴きたくって。歌をね。聞きたいのは私の歌じゃなくってさ。え、あ、よー八神、今日もいい音出してたじゃないか。そうか、とっても良かったです伊織さん。まあな。ちょっとあんた。なんだ。暗いのは構わないんだけど。何よその態度。この姉さん、いいのよ、いいってば。よくない。おいよせよ。それじゃあな。たく、なんとかなんないの。あれお手上げだね。あいつのやることにいちいち突っかかるな。もう3年も一緒にやってんだからいい加減になれろ。だってさ、ひくりちゃんもそう思うだろ。そのん、ごめんなさい、何のお話ですか。八神のやつが女にモテるのは不思議だって話。そんなことないですよ。お、伊織さん本当はとても優しいです。優しい、あいつが。うん、私も初めは怖い人だと思ったけど、なんていうのかな、ずっと伊織さんを見てたら、そのずっと見てたねえ。私そろそろ帰らなくちゃ、明日の学校の用意もあるし。先に戻ってるね姉さん。ちょっと待って一緒に帰ろう。一緒に。ねえおじさん、からかわないでほしいんだけどね、あの子を。悪かったよ、つい。本当にもう。でもさ、結構似合うと思わないか、八神にキクリちゃん。冗談でしょ。だいたいキクリもキクリだわ。八神なんかのどこがいいんだろう。わからないわ。全然。そうか、この絵ならわかると思ったんだが。は？どういう意味？さあ、さてと、それじゃあ俺も帰るかな。ねえってば、ねえ、なんなのよ、今の気になる発言は。ちょっと、桑原さん。深い意味はないって。また明日な。もう、この、クソ親父。